どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、駆逐ビッグマダムを駆逐せよの A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。光統一パーティーですね。で、前衛の3人は特攻を、今回特攻がついているキャラクターです。2周年の石有馬と、今回、最終回として登場しているカニケンすべてを守る十字架カニキですね。で、一番癒しがウリエクキドン色の銀杭ということで、こいつがブースターサリなんですよね、やっと。で、名属的キラー、闇属的キラートリペスマイナスに、グルキラ GS が乗っかってるということで攻撃力2884、特攻乗ってますね。で後ろがオークションのムツキサポート最強と僕は思ってます。で、異兵入る狂乱一撃であれですね、映画東京グルの実写映画第1弾で、記念として出てきた有馬騎士モヘノグル捜査官です。というわけで、この6人、全員フル強化、武強化マックスまでしてますんで、早速戦っていきましょう。でかすぎる、カグネが。カグネがでかすぎる。で、ビッグマダムが見えかねてるんだか。で、武器耐久値を削れるのが石有馬だけなんですよね。で、あいつ武器耐久値が少ないんでちょうどよかったです。というわけで、撃っていきましょう。カニキはですね、味方の防御力を3倍にして、あ、前衛ですね、前衛の防御力3倍にして、30% 体力回復して、麻痺回復だっけ確かそんな感じだったと思います。で、ウリエは相手の攻撃力と防御力を 0.4 倍にして、2連の8連ダメージですね。麻痺回復あったっけこいつ。ちょっと、忘れてしまった。で、普通に削っていきますか。でここあえてウリエは打たずに有馬でブレイクして、望み通りか。オッケー。で金木を速攻で入ると交換したいですね。みんなを守りたい人も食う。あ、麻痺直しもあるね。 1.5 倍の6連ダメージか、忘れてたな。麻痺直しもあるね。でこれで 0.3 倍にしていきます。はよーはよ死にやせい。んでまた金木と交換してウリエ打ちま、あーウリエさっさと打ったらよかったな。餌だ。まあ今回の火力出し要因はウリエですかね。どうなんだろう、金木の方が出るのかな。金木の攻撃力見るの忘れたね。こいつ素で1600いくらあったから。で、銀杭打って、ニョキニョキ。なんか、金木のさ、カグネでさ、全く見えない。見えないんだよな。あ、1億乗った？結構火力出るね。1億7000万ぐらいいったね。あいつ麻痺してるんでアタックポイント少ないっすね。今回相手の攻撃力は下げてないんですけど、こっちの防御力はもう最高潮に上がってるんで。防御力3倍が最高倍率ですね、今回の金木が持ってる。でまた普通に殴っていきます。有馬で4までやって売り絵に回そうか。んで売り絵打って、武器耐久値を削らないこの十字架金木と銀杭売りがめちゃくちゃ優秀すぎていいです、使いやすいです、かなり。でここであえて金木はスキルを打たずにブレイクバーストを乗っかった時に打とうか。んで、有馬を打っていく。望み通りか。ザン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 。あのね、ジャックの有馬のフェースゲンとか出てほしかったな。っていうかあれスペシャルだっけ、ジャック有馬ってスペシャルだから、もしかしたら多分スペシャルだと思うから、あの強化すればエフェクトがつくような気がする。かっこいいよね、ジャック有馬。髪が青い有馬。学生の頃の。まあ、性能はちょっとあれだけど。まあ、この手のゲームは性能気にしてたらあれだと思うんで。んで、打って、どうしようかな。こいつ多分毎ターンあれだね。回復してくるね、武器耐久値。回復してこないやつは2ターン目で回復してこないから、どうしようかな。
ていうかあれだな、アリマのバフをかけてあげたいんだけど、ハイルにかけるタイミングがないんだよね。あまり舐めるなよ。こいつはクリティカルが出て一発8万8千ぐらいか、通常攻撃が。おいいね、100万出てた、さっき。あ、8万だけど、88万か。食べちゃうわ。んーで、まあ武器耐久値回復してくるならずっと立ち回りは同じですかね。金木がさ、あの操作感に見えなくないんだよな。足食った、あーいけるわ。サイドの2人がさ、操作感の白コートだからさ、ガブガブで打って、アリまでブレイクしていくと。望み通りか。その金木がこの何着てる服ってどういう服だったかな。みんなを守りたい。操作官のコートじゃなかったよね。なんかなんて言うんだろうわかる、このなんて言うんだろう、病院の服みたいな病院の服って言ったらちょっとあれか、袴じゃないけどさ、なんて言うんだろう、浴衣じゃねえわ、なんて言うんだろう、そんな感じのあれだよね。あ、まあまあ火力出てんじゃん。あ、まあまあ火力出てるな。あれ誰が出してんだ、金木かな。全然ダメージ気にしてなかったけど、そこそこ出てますね。まあ10億はいかないにしても、あ、この並びいいな、よくないな。今ちょっと出血してるからあれだけど、回復させてあげたいな。なんか出血してちょっとだれてるけどさ、みんな。ピンクいい、これならガブ。まあ全員でバーって殴ってんで、アリマでまたまたブレイクしていく。今5億3000万か。俺全然思ったより火力出てるわ、びっくりだ。金木打って、守りたい、人もグールもんでから、ピンク打って、シフトが微妙だな。最後やっぱ金木は前に置いときたいな。誰を交換するか、ウリかな。ウリを交換してアリマで挟むか。オッケー。ビッグマダムを見ると結局その RE の10、あのジェイソンを持った銃像が出なかったってすげえ残念なんですけど、まあ本当それだけ心残りは。このラスト2人が出たことに聞い取られてなんかあれだけど、俺前から言ってるけど一番欲しいのはあれなんだよ、ジェイソン持った RE の銃像なんだよね。ってそこだけが残念だ、本当に思い出したわ。よし、じゃあブレイクしていこう。望み通りか。んで金木を打って、ウリへ打って、人もグールも。マネキンスキル回すような立ち回りしてみようか。ちょっとたまりにくいね。ああしくったしくった。でギンクイ、そこか。んでアリマと交換して、どうなんだろうこれ、アリマ覚醒させちゃう。俺初めて覚醒させるんだけど、ソードモード。あ、顔違うねやっぱやっぱ顔違うな。いいね。みんなを守りたい、人もグールも。
あ、髪の色も違うね。やっぱ2周年の医師の方はなんかちょっと灰色っぽいな。行きまーす。バチ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 ブチブチブチ、なんか音がさ、ブチ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 っていうちょっと汚い音になってる。これ金木たまんないんじゃないか今思ったけど。お前か、すん。そんな強くなかった、火力がそんな出てなかった。はい、ということで、いいね、有馬さんの真ん中金木。金木のカグネがもうなんかすごいことになってるけど、寄生獣のあれみたい、なんかわかる、十字架の男じゃなくて腰から伸びてるうねうねしてるとか寄生獣みたい。こいつあれだな、久々にカグネ出しちゃったわ。なんか最後の最後まで生きてたな。めちゃめちゃ暴行されてたけど、食べちゃうわって。はい、ダメレポ的にはこんな感じですね。20100000万10万100万8億。俺こんな出ると思ってなかったな。まあさすがにこの前出した15億ちょっとはまあ出ることはないと思ったけど、こんな出ると思ってなかったな。まあやっぱ売り絵がですね、圧倒的に強いですね、売り絵が。よかった、こいつを使う機会ができてよかった。使いたかった、なかなか闇属性のグールでっていう場面がなかなかしかも訪れなくて、その時は俺がグール陣営にいたりとかねしたんで、最後に使う機会ができてよかった。めちゃくちゃかっこいいキャラね、これスペシャルできた時思ったけど、本当にかっこいいキャラです。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。